こんにちは、金黒です。レコードが奇妙に復活しています。今年は CD の売り上げを追い抜くかもしれません。金黒レビューチャンネル。そういえばこのところ CD1 年以上買ってないなと思っていたら、アメリカのザ・エコノミストにレコードの売り上げが今年 CD を追い越すかもしれないという記事が出ていました。レコードが復活しています。ソース元としてはレコーディングインダストリーアソシケーションオブアメリカの記事をザ・エコノミストが掲載したものです。アメリカでレコードとカセットテープと CD と MP3 とストリーミングサービス、この売上の割合をグラフで表したものがこちらです。このグラフでは1973年から2018年までの音楽の収められたフォーマットをグラフにして表しています。グラフの始まっている1973年は赤色のバイナリーとオレンジ色のカセットテープで占めています。この赤のバイナリーはアナログレコード版のことをバイナリーと表示しています。1973年の段階では大まか割合としてレコードが3に対してカセットテープが1ぐらいの割合でレコードが売れていました。ところが1983年ぐらいになるとレコードとカセットテープの売り上げはほとんど一緒ぐらいになり、翌年1984年になるともうレコードよりカセットテープの販売台数の方が増えています。1979年にカセットテープのウォークマンが発売されて、1990年ぐらいまではカセットテープに勢いがありました。 CD は1984年に少し売り上げが出てきて、一気にそこから CD が売り上げを伸ばし、2000年頃がちょうどピークになっています。2000年あたりから CD の売り上げが少しずつ減少していって、2004年にようやく MP3 が登場し、そして2005年にはストリーミングサービスが始まり、ストリーミングサービスも最初5年ぐらいはあんまり売れないんですけど、2011年ぐらいから少しずつ売り上げが上がり、2018年になるとストリーミングサービスが圧倒的に割合を占めています。最新のデータの2018年だとストリーミングサービスが圧倒的に多いんですけど、次に MP3 が CD の売り上げをわずかに抜いています。そしてアナログレコードはもう2000年頃はほぼ壊滅状態だったのが、2010年ぐらいから徐々にアナログレコードの復活があり、2018年になるともう CD を追い抜こうとしています。2019年上半期はアナログレコードが前年比 13% 増加して、2019年全体としては1986年以来初めて CD を超える予定です。このグラフを見て嬉しいなと思ったのは、2015年にもう底をついたように音楽を買うという人が減っていたのが、2016年あたりから少しずつ音楽を買うという行為が増えています。この影響としては圧倒的にストリーミングサービスの影響が出ていると思います。ある程度音楽関係にお金が回らないと、若い人で新しい音楽を作っていこうという人が徐々に減ってくると思うので、こういうふうに音楽関係にお金が回り出すっていうのは嬉しい出来事です。金黒レビューチャンネル。私自身はもう1年以上 CD 買ってないんですけど、音楽を買うのはハイレゾ音源を買ってソニーのハイレゾウォークマンで楽しんでいます。あとストリーミングサービスは Amazon の Amazon Music Unlimited を利用しています。今は一般的な賃貸に住んでいるので、レコードプレイヤーやアンプやスピーカーを楽しむ環境になく、レコードを楽しむっていうことは今のところできないんですけど、もう少し生活に余裕ができればアナログレコード楽しんでみたいなというふうに思いました。今回は2019年についにアナログレコードが CD の売り上げを抜くんじゃないかというような内容の動画でした。今後もニュース関連の動画もこのチャンネルでアップしていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。